とことんやり込む、どうも、なおじんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、デイリークエスト、行きます。いい場所が来てるんだよね。ここ、カジバのデイリー、レベル3。ここが、防具狙えるんで、かなりいいんだよね。防具が、いいやつがありますから、ちょっと狙っていきたいと思います。行く、装備がこれ。まあ、カバンビルドだけども、真ん中を、風のホルン。これで行ってみます。敵を吹き飛ばしながら、どんな感じで進んでいけるのか、試してみよう。ではまあ、行きましょうか。あー、なんか音がうるさい。あ、ちゃんとエンチャントの敵も吹き飛ばすんだね。あ、これはいいかもしんないな。もう、エンチャントの敵を吹き飛ばすから、回転とか火傷が、あんまり怖くなくなるかな。まあまあまあ、回転は、食らう、ああだろうけどね。もう、嫌なやつだ、お前たち。よし、行こう行こう。商談の時は、早めに、反応しないとね、死んじゃうからね。ちょっとあそこは早めに反応するようにしましょう。よし、オッケー。まあ、こんな感じでちょっと進んでみようか。キャプテンは弾けないのか。キャプテンは弾けないから、まあまあそこはちょっと注意だな。うん、キャプテン以外の敵だったら確実に弾いていくみたいなんで、オッケーオッケー。一回死んで戻っちゃいました。で、進んできたんだけど、キャプテンがいない。キャプテンゼロ。まあまあ、こういうことってあるよね。あー、ミスった。おっしゃー、ドンピシャだったね、今の。ドンピシャの、衝撃波が当たった。いやー、でもここにいないんだよな。この先にいるかな。いやー、これ、いないとなるとちょっとショックだな。いや、でももう、もう一回ここ来いって言われるとちょっと、あ、危ない危ない危ない、死ぬ死ぬ死ぬ。もう一回ってなるとちょっと嫌なんだよね。いや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 、待て待て待て、ちょっと待て待て待て。よっしゃ、変更がいいからちょっと注意して。ダメだ、いない。ああ、いないわ。マジか。まあいいか。いいよ。とりあえずクリアしよう。やっぱ、どこにいた？やばい。死んじゃうかもしんない。え、どこにいた？ジオマンサーがどっかにいるんでしょ？先？あ、いや、違うな。まあいいや。とりあえず、クリアです。はい。まあ、一回死んじゃったけども、一応ね、クリアだね。はい。キャプテンいない。一回目の時はね、結構いたのよ。4体ぐらいまでは倒したんだけど、ちょっとやられちゃったんだよな。さあ、見てみましょうか。報酬。あ、ダメだ！そうだ。撃破報酬が、ないんだ。一体も倒してないから。あ、そうか。だから普通のクリア報酬のみ。アーティファクトだね。254とかそれぐらいのやつが出るでしょう。どうだ？あ、だよね。だよね。炎の矢筒。いらないな。まあまあ、一応持っとくか。まあ、とりあえず今日は、この、風のホルンとカバンを合わせた感じを使ってみました。あんまりおすすめしない。確かに敵をね、吹き飛ばしはするんだけど、こっちがね、もう吹き飛ばした先に羽でね、ピョーンって飛んでいっちゃうんで、結局ダメージは受けるときは受けるのよ。なので、あんまりマッチしてないかな。
し、カバン一つより二つの方がやっぱり火力はあるんで、全く火力の出ないこの風のホルンっていうのは合ってないと思います。普通の矢は結構マッチしたんで、これはちょっとね、おすすめできませんね。はい。まあまあ、またね、このカバンビルド検証いろいろやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。